本日のテーマは、人生を変えるために必要な力トップ5についてです。人生にはアップダウンがあり、自分だけではどうにもできないことも多々あります。それでも、楽観力や受け入れる力などを身につけることで、変わることができるのです。第5位は楽観力です。楽観力とは、どんな状況でも物事を楽観的に見る力を指します。困難に直面しても、自分には何とかできると考えることで、解決策を見つけることができます。楽観力を持つことで、人生の逆境を乗り越え、大きな変化をもたらすことができます。第4位は受け入れる力です。人生には自分ではどうにもできないトラブルがたくさんあります。地震や災害、コロナなど、どうしようもないこともあります。そんな時、受け入れることが重要ですが、受け入れ方も大切なポイントです。受け入れることで、ストレスや不安を減らし、前に進むためのヒントを見つけることができます。第3位は、希望力です。希望力とは、自分の力を信じることができる力を指します。自信には欠けていても、努力を続けることで、自分の力を信じられるようになることが大切です。希望を持つことで、困難な状況でも諦めずに努力し続けることができます。自分の力を信じるためには、日々の努力と挑戦が重要なのです。第2位は、忍耐力です。忍耐力とは、諦めないで継続して努力し続ける力を指します。多くの人が諦めた後も、目標に向かって粘り強く頑張り続けることが重要です。忍耐力を持つことで、ライバルよりも長く続けることができ、結果として成功に近づくことができます。忍耐力は、人生の達成において不可欠な要素であり、諦めずに頑張る姿勢が大切です。堂々の第1位は、逆境を楽しむ力、つまり逆境力です。逆境力とは、逆境や困難な状況を楽しむ力を指します。人生にはアップダウンがありますが、逆境の時に楽しむことで、立ち直りやすくなります。逆境を楽しむ姿勢があることで、想像力が広がり、想像力が高まります。逆境を楽しむことで、新たな解決策が見つかり、逆境からより早く立ち直ることができるでしょう。逆境を楽しむ力を身につけることで、人生の挑戦に積極的に立ち向かい、成長していくことができます。